皆さんこんにちは、どうもチュルです。ピーン。今日はですね、こちらカールキープマスカラー。私が持ってるカールキープマスカラで、透明タイプのものがこの3つになってて、結構ね、特性が各々違ったっていうのを感じたので、私なりにちょっとレビューをしていきたいなと思います。今もう化粧しちゃってる状態なので、化粧落として、レビューしていきたいと思います。はい、という感じですっぴんになってきましたと言いつつ、実は1週間以上経ってます。いや、ちょっとね、メンタルブレイクが起こったの。そのすっぴんになるまでの間に、そのことがあったのよ。精神と時の部屋すぎるね。まあ、そんな感じで、すっぴんになってきましたので、マスカラ下地のレビューをしていきたいと思います。わかりやすくするためにね、カラコンもちょっと今日は小さめのやつにしてきました。まず、両目ビューラーしていきますね。ビューラーは、私こうやって、ライターで炙ったやつを、ククククって拭いてあげて、一回閉じるみたいな感じにしてます。閉じてこのゴムが温めるみたいなね。で、これ見て、さっき拭いたティッシュなんだけど、黒いのがね結構つくんだよね。みんな結構これでさ、アイシャドウ綺麗に塗ったらなんかビューラーすると変になるなと思ったりとかする人もいると思うんだけど、これが原因です。なので炙った後とかはちゃんと拭いてください。ビューラーするときは基本 L 字カーブ曲げです。このね、一回挟んだら温まってるのが、まあ、通常ぐらいの温度に下がるまで放置みたいな感じです。で、パッと開けると L 字カーブが出来上がります。普通にビューラーだけするとこんな感じになってます。で、マスカラ下地なんですけども、最初こちらですね。キャンメイクのクイックラッシュカーラー。結構もうみんなやっぱ知ってるよね。知ってるものになると思うんだけど、まあこんな感じのブラシになっております。普通のマスカラと比べてみてもかなり先端が細いものになっております。で、この曲がってるやつは私多分自分で曲げた。まあ、普通にこうやって下地塗っていきますね。こうやってちょっと見比べてみると、まあもちろんね、両目でまつげの長さとか比較としてはちょっと微妙なところはあるかもしれないけど、私のね個人的な感想になっちゃうけど話していくね。まずそんなに伸びません、これは。だからもうまつげの長さが欲しいとかそういうわけじゃなくて、とにかくまつげを維持したいっていう方にはこのマスカラ下地かなりおすすめです。なんかマスカラ下地特有のなんか白っぽくなるみたいな、そういったこともないです。ただですね、これ乾くとちょっとね、まつげがパリッとした感じになるっていう、触った感じでパリッとしてる分にはいいんだけど、ちょっと乾燥まつげっぽくなるみたいな感じはちょっと正直ある。しかし、なんといってもカールキープ力が抜群にあるっていうところかな。次紹介するのこちらになります。シピシピのラッシュフルールのクリアキープになります。先端部分はコームタイプのものになっております。こんな感じでね、もうめちゃくちゃ繊維が入ってるんだよね。繊維が入っている。つまり、とにかく伸びるの。本当に伸びるし、マジでキープ力も抜群。塗ってみると、こんな感じ。もうね、二重幅からまつげ飛び出すぐらいの勢いで、まつげがすごい伸びてんのわかるかな。マスカラ下地でこんなに伸びるのみたいなぐらいのレベルまでマジで伸びるのね。パリッと感もどちらかといったらちょっと少なめな感じがするかなっていう感じです。で、これ画面じゃちょっとわかりづらいかもしんないけど、ほんの若干だけちょっと白っぽくなる。まあ上からマスカラ塗るから正直関係ないっちゃ関係ないんだけど、で、この白っぽいところあるじゃん。それがね、ちょうど先端あたりなのね、これ。だから、この上からマスカラを塗ると、すごい尋常じゃないぐらい伸びるっていう話なんですけど、見て、ほら、やばくない？めちゃくちゃ伸びる。で、普通にマスカラ塗ると、こんな感じになります。すごくない？やばい、尋常じゃないぐらい盛れるよね。本当にとにかく盛りたいみたいな、まつげ欲しい、長いのがいいっていう人には、私がおすすめする中ではこれが一番伸びると思います。で、キープ力も抜群にあります。同じタイミングぐらいでビューラーちょっとね、こっちも後からもう一回当てたんだけど、若干下がってきてる感じがするんだけど、こっちも全然全く微動だにしないみたいな感じなぐらいまで、カールキープ力があります。カールキープしながらも、自まつげで勝負したいっていう人にはもうこのマスカラ下地がかなりおすすめになりますね。次行きたいと思います。エレガンスのカールラッシュフィクサー。こちらですね、リスナーさんからプレゼントでいただきました。ありがとうございます。で、もう評価をちゃんとつけていきます。
ますよ。ここはこんな感じになっています。繊維が入っているとか、そういったことはなさそうな感じですね。塗っていきます。まあこんな感じでとりあえず伸びるし、目元ははっきりする感じになります。これがさ、もう何がどういいのかっていう風に説明するのはちょっと難しいところなんだけども、キャンメイクシピシピエレガンスの中では一番しなやか、なんかわかるかな、パサッと感が一番ない。めちゃくちゃ伸びるっていうわけではない、正直。でもカールキープ力はもうキャンメイク並みにあると思います。これはね、なんかどういう人におすすめかと言われたら、もうパサパサした感じがしたくないっていうのと、あとちょっとだけ長さがマスカラ下地だけでも少しは欲しいっていう方にはすごくおすすめなものになるんじゃないかなと思います。でパサつき感が全くないから、この上からマスカラを重ねたとしてもダマになりにくいっていうのと、落とす時に多分一番楽かも、正味そのダマにならないっていうのをちょっと証明したいんだけど、さっきと同じミュードのマスカラでいきたいと思います。こんな感じで、そんなダマになったりだとかすることもなく、普通にマスカラキープだけちゃんとされてて、ちゃんと地まつげの長さも若干出てるんだけど、その上からさらにこう長さが加わりながらも、マスカラの良さを最大限に活かせるんじゃないかなっていう感じがする。でこれね、硬さがあんまりないのよ。それがいいとこなんだよね。で今塗ったこの3つのマスカラあるじゃないですか。これちょっと見比べてみてほしいんですけども、やっぱりね、それぞれにあったコスパであったりだとか、長さの部分であったりだとか、カールキープ力であったりだとか、みんなそれぞれあると思うんだよね。今紹介した中は3つしか紹介させてもらってないですけれども、この中にもしちょっと気になるなと思うものが、ちょっと使ってみてほしいなって思うよ。あともう一個、この3つのマスカラ下地、落とすときはもう絶対、私はもうこれがないと無理です。キャンメイクのクイックラッシュカーラーリムーバーですね。ほん本当に必要。さっきからもう落としてんの、これで落としてんだけど、全部マスカラ下地さ塗ってさ、ちゃんとキープされてるんだけど、落とした後もなんかカールキープされたまんまなんだけどみたいな、とかそういう時あるじゃん。これ塗って落とすだけでも全然違う。もう本当にトゥルンスルリみたいな、え、何もないじゃんみたいな感じになるから、もうこれはね、もうめっちゃリピ買いしてる。まあこんな感じで塗ってしばらく放置しながら、他の部分化粧落としてみたいな。でこれでこのまんまくるくるっと優しく落としてあげます。ちょっとね、私のまつげが悲鳴上げてるまあこんな感じでトゥルンって落ちます。もうマスカラ下地を使うんだったら、もう絶対これだけはもう用意した方がいいと思う。めっちゃ安いし。これはね、もう全然効果とかまだ全然分かって、はっきり分かってないんだけど、最近友達におすすめしてもらってこれ買いました。エマーキットのまつげ美容液。結構伸びるよ、みたいな感じでちょっとおすすめしてもらったので、ちょっと最近これ使ってます。またこれはね、経過報告としてまた動画でちょろっと言ったりとかすることがあるかもしれないです。はい、というわけでですね、今回の動画以上になります。こんな吹きながら言うのもあれだけど。この動画が少しでも参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとコメントもどしどし書いてね。あとマスカラ下地をちょっといろいろ使ってみたりとかして、この3種類でもこんなに違うんだなって自分でちょっと思ったりとかもしたから、もうおすすめのマスカラ下地あったらちょっとみんな書いてほしい。というわけで今回の動画以上です。ありがとうございました。以上チルでした。バイバーイ